はい、コンコンチャンネルのコンコンです。今日はですね、パワースポット巡りで北東北の、パワースポット、恐山と並ぶパワースポットである十和田神社の方にやってきました。この建物はホテルなんですがね、コロナの影響でね、閉じてますね。ほんと気持ち程度でやってますね。これがね、十和田神社です。参道です。涼しいっていうかね、ちょっと半袖と半ズボンで来たんですけどね、少し寒いくらいですね。まあ一応上着は持ってきたんですけどね、ちょっと車に積んでます。やっぱりね、観光客いませんね。すごいね、でも木が高いですね。ちょっとね、なんか人がいますね。はい、入りました。ここでちょっと手とか洗ったりとかすると思うんですけど、希釈がないですね。ちょっと、はい、でこのね、坂を登っていくことになります。あ、見えてきました。こんな感じですね。まあ何かいましたよね。地元の方ですかね。はい、じゃあ帰りはこっちから降ります。はい、ここにね、占い場の由来っていう看板がありますね。で、この占い場っていうのはですね、この左側のね、小道を、登っていって、さらにそこから湖面に降りたとこなんですけど、現在は、危険だということでですね、立ち入りはできないんですけど、特にね、この十和田神社の中でも、パワーが強い場所として、有名な場所です。以前はね、立ち入りできたらしいんですけど、東日本大震災の後ぐらいからちょっとね、危険だということで立ち入りができなくなったようなとこです。以上です。はい、じゃあ降りたかな。帰りは階段短かったな。まあ一応ね、これがね、十和田神社っていうね、霊山十和田の、シンボルの神社ということになります。以上です。
ご視聴ありがとうございます。